カデンツァとは一般に独奏競奏曲やオペラ等のアリアにあって独奏楽器や独唱者がオーケストラの伴奏を伴わずに自由に即興的な演奏、歌唱をする部分のことである。なお、イタリア語のカデンツァもドイツ語のカデンツももともとは終士型としての和音進行を意味しているが日本では一般に和音進行についてはドイツ語のカデンツ 競争曲やアリアの即興的独奏、独奏部分についてはイタリア語のカデンツァが使われることが多い。ごく稀に室内楽曲、ピアノ独奏曲などにも見られる。古典派の独奏競争曲にあっては、通例、第一楽章のそなた形式の終わり、コーダの部分で、一旦オーケストラによる合奏を中断する。その後、独奏楽器に自由な演奏をさせた後、再び合奏となり、 学章を集結する。典型的な例では46の主和音上で合奏が停止し、俗音上のトリルを持って、独奏部分を割る。この場合、火星的には、独奏部分全体を巨大な一つの俗和音とみなすことができる。常実のように、元来、独奏者が自由に即興的に演奏していたが、やがてン電座を楽譜に書き残し、 またその楽譜に従って演奏するということが行われるようになってきた。こうして一つの競争曲に異なる複数の作曲家がカデンツァを書くようになり、現在では演奏家はその中から選んで演奏するのが一般的である。時代が下ると独奏者が即興で演奏するためにカデンツァの部分だけ質が低下すると感じる作曲家も登場し、作曲者が 競争曲全体の統一を図るため、競争曲の作曲者自身が同じ楽譜の上にカデンツァを書き記すということが行われるようになる。こうなると、型の上ではカデンツァでも演奏者の自由は完全に損なわれる。この場合でも、あえて他のカデンツァを演奏する、またはその場で即興的に演奏するということが稀に行われることがある。作曲家によって、 カデンツァの捉え方に相違があり、古典派では演奏者の独断を許さない作曲者の強い支配性が、カデンツァまで作り付けにして演奏者を拘束している。初期ロマン派では演奏者の聴衆との自由な交流を尊重しようという考えでカデンツァは再び書か,かれなくなった。特に未完作の多いシューベルトは、カデンツァ以上に再現部まで省略したとも言える。 メンデルスゾーンはバイオリニストの助言で競争曲にパガニーニ様のものを残したが、ピアノ競争曲には顕著なものはなく、その意義について一定の妥協をしている。カデンツァは派手な技巧を凝らしすぎると、競争曲全体との均衡を崩すことになり、逆にあまり簡素だと芸術としての主張意欲がないと批判される。このため多くの場合、 表紙が一般の楽曲よりも自由で、表紙がなかったり、あっても安定しないのが普通である。また、テンポルバートも自由に行われることが多い。ありがとうございます。